こんにちは、ソングレーターアーティスト足立充です。あなたの手紙に無料で曲をつけますという15周年記念のキャンペーンを現在行っております。今日はキャンペーンソング第15弾をお届けしたいと思います。今日お手紙をくださったのはテレサさんという、保育士の女性の方です。タイトルがママへとなっておりまして、ちょうど今週母の日がありますので、それにちなんでママへというタイトルの曲を作らせていただきました。それではいつもの通りですね、曲への思いを読み上げさせてもらって、それから曲を聴いていただければと思います。私の両親はアルコール依存症で、母から心理的虐待を受けて育ちました。それでも母が好きだったけど、その気持ちに蓋をして生きてきました。結婚した時、子供を産んだ時、保育士になった時、母は喜んでくれたはずだけど、私はうまく感謝できませんでした。辛い気持ちを引きずっていたんだと思います。今、新しい夢、カウンセラーが保育する保育園を作りたいと願ったとき、その根元を探ったら母でした。私に素晴らしい夢を持たせてくれた母に感謝したいです。カウンセラーが保育する保育園を作りたいという、そんな夢を持ったテレサさんの思いを曲にさせていただきました。それでは、ソングレター、ママへお聴きください。